はい、終わりましたね。わあ、ほんと楽しかったナイトナイト。いやね、このゲームはね、最初から両ゲーいいゲームって書いてね もう分かってるか勝手でもらったね と思いますが、両ゲーと聞いておりましたが、もうまさにその通りでございました。はい、クリアおめでとうございます。おまけの開発ルームへ行くことができます。行ってみますか？せっかくだし行ってみましょうね。いやー、なかなか長い旅でしたが、パンパカパーン、クリアおめでとうございます こちらナイトナイト以下 KN、 はい、私も略してます、開発ルームでございます。ご本改めまして、皆さんおはこんにちばんは、あ、違った おはこんばんちは。ナイトナイト総合制作の太郎2でございます。太郎2でいいのかな？はじめまして、お久しぶりです。それともいつもお世話になっております？置いといて、長丁場のこの作品、ここまでプレイしてくださって本当にお疲れ様です。ここではスタッフの声とか制作の裏話とか、まあいろいろ聞けるよ。打ち上げ程度のノリなんで、まあ気軽に楽しんでってください。はい、じゃあ、親切な物体くんを動かすんだね。横に転がってる宝箱は、なんとなんとのミュージックボックス。開発室で流したい音楽を選択できるよ。長い旅の思い出を忘れないでね。わあ、いいね。あ、じゃあ今これが流れてるわけですね。これ。この作品、イベント BGM は全部 MP3 で統一されてます。正直ことですよ、これは。容量もすごいことになったけど、これは本当に申し訳ないです。だいぶ重い作品になってしまいましたが、ダウンロードしてくれてありがとう。いやー、こちらこそ作っていただけて 待って、すごいゲールいっぱいいるんだけど。やったね、ナイトナイトもろもろ最終データ公開。聞いてみましょうか。戦闘回数は924回、うち139回逃げたな。プレイ時間は10時間33分。お疲れ様でした。ああ、長いことやってましたね。やったね、ナイトナイト裏話コーナー。あ、ラストから行っちゃったよ、ごめんね。ボツになったエンディングはいくつか魔王ガネットは倒され、異空間へ漂っているところを別世界の王族に召喚され、勇者に宿される。何の面影を持つこの異世界の勇者に一言、一緒に世界救ってみる？没理由、ストーリーの大幅変更により、なんか整合性が取れなくなった。ああ、キーファが復活しない、それは嫌です。あまりハッピーエンドじゃない。イエス、キーファが早い段階で復活する。最終決戦時、バーンズが来たあたりで。エピローグで生身のキーファとラニが2人で絵本の世界の外へ旅立つ。その理由は、2人で声を合わせて、もちろん世界征服 キーファ復活にクソほどの考えも湧かなくなってしまうから。あー、そうですね。最後の方までアン3 で行く予定だったんですが、ギリギリで作りながら原稿に変更。俺としてはキーファ復活を最後まで引っ張れて結構良かったと思うんですが、皆さんはいかがでしたか？私は良かったと思います。やったね、ナイトナイト裏話コーナーその3。もう逆から言っちゃってますが、ごめんなさいね。ナイトナイトは実は非常に付け足し後付けの多い作品だったりします。北西諸島の後の魔王城で本当は終わるはずだったんだけど、普通にガネットが魔王。それじゃつまらん、短いと異世界設定導入、過去魔王ガネットの因縁などなど、メイン設定のほとんどは後から考えて作り直しました。そういう意味では結構すごい、かなりすごいよ。ルシルなんてプロトの時は少女って名前だった。わら そうなんだね。それくらい勢いで作られたゲームです。やったね、ナイトナイト裏話コーナーその2。勇者たちの夏休み、最初のプロットでは、キーファは普通の人間だった。ほうほうほう、ラニの親友設定。リュカはもっと勝ち気、ナナリーはおっとり系美女。あ、女の子だったんだね。ケイトはまんま。キーファはただの人間で、ラニは実は魔王になる素質を持った人間。最後その魔王の力で大活躍ってストーリーだった。ようわからんね。はい、その1。一番最初、短編時のプロットは勇者たちの夏休み。勇者育成学校の候補生が夏休みにとある島に行って大事件に巻き込まれるストーリー。ちなみにその時からメインメンバープラス王族一行はいました。リュカがさらわれてた。ガネットはいなくて、代わりにイザークって魔法使いが。あ、ホモじゃないよ え、ちょっとわかんない、私これ。
一応オープニングまで完成した作品で、まだ太郎2の手元にあるという。ああ、なるほど。この先は登場キャラの間じゃ。各キャラクターに対するスタッフのコメントが聞けるぞい。いやー、なかなか手が込んどるじゃろう、じゃろう。ま、わしにコメントはないんだかな、ってま、重要な役割ってかめっちゃいっぱいあるよ。めっちゃいっぱいいるよ、これ。すっごじゃあ、ちょっと聞きましょうかね。ケイトさん、む。クリアか。ならばもう猫をかぶるのはやめだ。本気を出そう。それこそ、発揮のかかる勢いで、壮絶なまでの相撲。死んでくれないか。にょろーん。はい。スタッフより一言。いっぱい聞けるんだね。太郎2様より。何でもありな、賢者様。何でもありっていうのは逆に行動に制限かかってあれですな。そうかな。例えばケイトが普通に歩いて画面下から登場すると微妙に違和感を覚えるが、上から降ってきてくれるとなんか安心するという。というわけで登場はいつも上空からでした。ああ、確かに降ってきたよね。はい、孔明様より。真顔でボケ、爽やかにボケ、逆切れでボケる素敵な賢者さんです。ボケ倒し、隠れマッチョ。サブイベントの剣幕には笑いました。好きだー。もうなんか杉山さんやマッチョ隊、DM ってなんだなど、この辺笑わせていただきました。マッチョにはまりそうだ。変人と見せかけてたまに真面目だったりするもんですから。ギャップに弱い私としては、もうほんとツボなキャラでした。ギャップルールですね。しかし、いくらやる気を出したくても、ケイト精神クリニックだけはご勘弁願いたい。私もです。はい、すぐり様より。変態さん、よく落ちる人。初登場シーンから早速落ちた人。ですが、あれがいい。もっと落ちてほしい。後半からも落ちてきて登場とかよくやっていましたが、登場より退場が似合ってると思います。彼の技名、説明を開発中に変化していたのですが、当初の技、めっちゃ蹴る、または叫んばかりに、とか、それっぽすぎてかなりお気に入りでした。この開発室には置いていませんが、彼の日記を読む時の BGM がドツボです。ナイトナイトにおいて、変態度が高まれば高ければ高いほど生き残るリズム上がる気がします。彼はその代表選手の一人でしょう。本当かよ。あ、はい、じゃあ次、リュカちゃんで。ラニ君、どこ、ラニ君。ここだよ。ラニ君、かわいい。犬か。かわいいな、本当。かわいい萌えキャラというよりは、かわいい娘キャラになってたらいいな。見ててときめくんじゃなくて、見てて癒される感じ。なんかね、私こうやって全部セリフ読んでるんですけど、リュカちゃんのね、セリフ読みが合ってていいっていう言葉をね、視聴者さんにいただきまして、本当嬉しい限りです。まあ私はこんな癒し系キャラじゃないと思うんですがね。俺は最近生き生きとしてるえなりかずきを見ていると癒されるな。あ、そうなんですか。泣き顔が可愛すぎるんでよく泣かせてました。作者特権の寛容だ。寛容？乱用だ。ごめんよ。はい、孔明様より。主要キャラの中で唯一キーファの声が聞けなかったんですよね、この子。そう思うとなんだか寂しいですね。しかしこの子のマイナス4には癒される。それにしてもお姫様や謎の女を押しのけてヒロインの座を全うした彼女に拍手。後半の男の前っぷりはむしろヒーローばりでした。おっとこまえ。表情パターンや一枚絵でやたら優遇されてるんですが、愛が偏った結果です。私も食券乱用ですね。しかし帽子取ると誰だかわからない。あ、本当に。すぐり様、見た目はちょっとボーイッシュな正規ヒロイン。しかし頭が弱いところといつでもぽやんとした空気を出すことで、パーティーのマスコット的な存在となっていましたね。終始可愛いリュカを見て癒されまくってました。可愛いなぽえん。アドニス等のパーティーには熱血バカはいないので、それに代わる支えになってくれたと思います。アドニスっていうのは主人公でラニのことですね。あの上にいるのはちょっと後にしましょう。旅の中でアドニスはリュカといい雰囲気になるのですが、ガネットの企みで最大のミスはルカ、男をリュカ、女に作ってしまったことではないでしょうか。そうかもしれないですね。はい、じゃあシンバ君、死んでないっすか。いきなりなんだよ。エンディングでなんでキーファだけカムバックしやがってるっすか。いたじゃん、スタッフロールの時に。ねえ、ちょっと安心してよ、すごい。脇役と主役のさ。俺もエンディング出たかったっす。よしよし。かわいいんだよね、シンバ君も。太郎2様。太郎さんでいいかな。最初は本当にただ乗り物だったシンバですが、
それだけじゃキャラ的に薄いということで最後の最後で追加されたイコブル・ルシル設定。これが意外とガチッとハマった設定になってくれて安堵安堵でございます。だからあのルシルが溶け込んで世界の鎖からってのは鎖からってのはある種メタ的な意味もあったり、最後力を使い果たして死んだか、それとも引っ込んだだけか、実は考えておらんだぞマジですか。じゃあ引っ込んだってことにしましょうね。孔明様より、シンバのデザインからスグリさんが賛成してくださって、キーファに次いで好きなようにデザインさせてもらったキャラです。その結果エキゾチックというか、なんというかアラジンに出てきそうな感じになった。そうですね、服装がそんな感じです。上半身シンプルなんですが、腰回りは布だったり鱗だったり巻いてて割とゴテゴテしてます。これをドットに、なんていうのこれ、何してもらうの申し訳なかった。それにしたって歩行グラフィックがかなり可愛いと思うんですけど、どうでしょう。なんかこうぽってり感がたまらんです。歩き回らせたい、動かしたい体験版開発室では歩き回らせました。わら、ガネットとどんな様子でご飯食べたのか非常に気になります。あー確かに。スグリ様より、乗り物予定のキャラクターというのが最初だったのですが、いつの間にやら重要キャラに変身。流形態ですが、デザインが定まらないまま制作を頼まれたので私がデザインしたものなのですが危ない。一応コンセプトとしては孔明さんの絵の雰囲気に合わせると決めていたので、シンバが元ですし、なんとなく和風臭いなーつうことでデザインもドラゴンから竜に変換。あーそっか。そんでもってシンバの名残を残すためにマフラー巻いたままにしたんですよね。それ以外で特徴が残っているのは色ぐらいですから。それでもシンバ自体かなり可愛い見た目だったので、あまり怖いというからしい竜にするわけにいかず、ちょっとぽってりとした感じを残してみました。正直あまり手をつけないタイプの歩行グラフィックだったので時間がかかって制作の足を引っ張っちゃいましたね。いやーほんとすごいな。ななりちゃん終わったか。いやー長かったな。しかしここまで来れたのも我が輩のおかげだな。来たね本当に。なにくんのおかげですよ。いやいや大杉さん、大杉さん何をしてないよ。しじみの味噌汁飲みたいな。あー私も飲みたいな。プレイヤーのおかげだな。やれやれ。はい、太郎様より、最初は男勝りなだけの、ま、女魔法使いだったんですが、なんかパンチが足りないということでお釜になりました俺の作成で作品には大小問わずかなりの頻度で登場するお釜ですが、別に対はないんです。そういや本編ではやったら龍河を溺愛してましたが、っていうかお釜っていう割に本当に女の子ばりに可愛いですよね。妹ができたみたいで嬉しかったんでしょうね、ずっと一人っ子だったから。でもケイトには時々本気で死ねって言ってますこの子孔明様より、ナイトナイト界で一番の美人になるように意識してましたお釜女。スタイルだってガネットに負けず劣らず抜群ですよわら龍河との仲良しコンビが微笑ましくて好きです。ケイトとの夫婦漫才コンビが苦労人風味にじんでて好きです。一番の強者かと思わせて実は結構普通ですよね思考回路は。そうですね、一番まともな感じがします。それにしてもナナリの服って結構露出度高いんですよね。特にスカートなんかただの腰巻きですよ。かなり際どいですよ下何履いてるんだろう。いやー何履いてるんでしょうね。スグリ様より、赤魔女この表記が印象的でした。ナナリってすっごく常識人なんですけど本当は男なんですよね。コウメさんの描いた顔グラがすごく可愛いのでたびたびそういうの忘れるんですけど、私もかなりずっと忘れてました。でパーティーの留め具役を引き受けている常識人のナナリですが、肝心の自分の説明に対して魔女と言い張り、断固として魔法使いとは言わないところにナイトナイトらしい変人さが隠れているように感じますすいません太郎さん曰く正規は普通とのこと、ますます持って謎は深まるばかりです。ほんとさあれ、下ネタ多いよね。今すぐりさん読んだよね。そうですよね。はいはい、ごめんなさいごめんなさい。じゃあルシルちゃんね、彼はどこ行ったのかな。我が輩かで仲悪いね。ぬわあ、いた、どこにいるんだろう。よかったねラニ。はい、太郎様より、この子の設定もかなり後で生まれました。魔王ラニと同時期くらいの割に結構溶け込みましたね。不思議。そうですね、結構前からいたキャラみたいな感じになってましたけど、
さりげに魔王ラニと劇中で再会させたかったんですが、タイミングが悪かったな。そういえば魔王ラニが死んだ後にこの子出てきましたもんね。あーあー、会ってほしかったな。シンバ、あ、コウメ様よりシンバベースです。丸くぽってり。最初は顔もシンバに、まつげ生やしただけな感じだったんですけど、幼すぎたというかマスコット的すぎたというか、個人的に落ち着かなくて書き直したりしました。しかし若干幼すぎた気も。ワンワードニスロリコン危ない危ない。プロットで少女表記したのもあって、ホコグラではわざわざまな板仕様にしてもらったり。なんかごめんごめんよルシル&マドニス服とか後ろ姿とか設定したけど、お披露目する機会がないのが悲しいところ。あ、赤くなった。赤少女と青少女、格ゲーの HP に P みたいでいい感じだと思うの私だけでしょうか。両方可愛いけどね。じゃあ、コウメ様、あ、顔が、ちょ、ごめんなさい。ごめんなさい。今読みました。はい。すぐり様より、コウメさんのイラストが可愛すぎたので、速攻で作り上げた記憶があります。超可愛いもんね。自分の中で、魔王アドニスとルシルの関係はゲームで見るまで、ちょっと恋心とか思っていたのですが、プレイしてみて若干変化しました。彼女は魔王アドニスと接していた時間とか、ゲーム中見ることができるのですが、なんというか、思い人というよりは魔王アドニスのお師匠的存在に近いようなという感じです。魔王アドニスのすさんだ心を癒してくれた恩人で、人との接し方を思い出させてくれたお師匠様。ちょっと複雑な関係ですね。ああ、そうですね、立場的そんな感じですよね。なんかいっぱい右にいっぱいいるけどエンディングで露出度下がっちゃった。そうだっけ。コネットさんね、普段露出させすぎなんです。露出させるだけのバディがないとできないもんね、リュウカちゃん。ふえーん。いやー、ここでこうやって仲良くしてくれるの本当嬉しいです。露出豆ナナリンもでしょ、お前が言うか。はい、太郎様より、ある意味一番不幸な人、頑張り屋さん。ナイトナイトでは誰が悪いってそういうのを極力なくしたんですが、いかがでしたか。私もないと思ってました。完全懲悪ですか。好きなんですけどね。今回はちょっと趣を変えるということで、魔王レニも彼女も戦争しようと思った王様もみんないろいろ考えはあったのです。最後の最後までやることなすことが裏目に出るラスボスってのも珍しいかも。そうですね、一番泥かぶっちゃった役っちゃ役ですもんね。コウメ様より、今まであまり書いたことのない雰囲気のお姉さんだったので最初は苦戦しました。ボツになったガネット立ち絵が手元に何枚もあります。どうにか今のに落ち着いて結構気に入ってるんですけど、結果すぐりさんのホコグラとはかけ離れたような。ストーリー中では悲劇のヒロインだったガネットさん、でも意外と人がいいんですよね。ね、シンバとのエピソードとか可愛い、なんだかんだで好きです。彼女幸せになれたかな。私もそれを願っております。すぐり様より、最初はすっごいの来た、いろんな意味できつそうなお姉さんだとか思っていました。ですが物語が変化していくたびにガネットの内面を知ることに、したらもうねえ可愛いとか、最終的にはものすごい愛が彼女に集中していきましたとも。実際いいポジションというだけでなく、ガネットの動作が増えましたから、多分一番多いですよ。ああそうかな。まあ基本みんなの動作もガネットあってのものでありますから、私の方でも何かと中心にいるガネットさんでしたね。幸せになれエンディング、ルシルは生きて彼女のそばにいるのかが気になります。きっとそばにいてくれるでしょう。あ、違う、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ここもこれ何回やるんだろうな。この人たちは別にないんですね。じゃあ平和の村の村長さん、ドット A 展示室です。お手を触れないようお願いします。あ、これだけなのね。はい、全力の村のなんだっけな、ヤルソンさんですね。のー、全力でセーブだぜ。あ、開発室でセーブすると本編には戻れないから気をつけ、グー。あ、そうなんだ。じゃあ14にしときます一応。じゃあ、あとはお気に入りのこの人たちとりあえず村長さんから行きましょう。その先はスタッフルームとコラボイベント、キャラクターのお部屋じゃよ。さあ全力で話しかけるんじゃ。でこのキャラだと他の村長とちとキャラかぶっちゃうの。ヤルソンさんですかねじゃあこの辺みんな行きましょうか。すごいいっぱい今日は喋ってますね。ホランド、
長きにわたる冒険だった。みんな生きててくれてありがとう。本当にありがとう。は？俺死んだっす。いや、私は生きてると信じてる。デリカシーないわね。ごめんなさい。つうか、きめえ。まさかの正中砲か。いいこと言ったのに。だよな、ホランドは名言メーカーだぜ。ドリュー、この二人はいい関係ですね。はい、太郎様より。かなり常識人なんですが、設定ではもっといかれてた。イライザのせいだ。そういえば、ホランドに関しては裏設定がありまして、方法。ケイトとガネットが昔知り合った際、その時ホランドも両者と知り合ってたりします。ケイトさん、ああ、すごいな。この三者は面識があるんですね。みじんもそんなふりありませんでしたが、なかったですね。その三者が出会ったイベント、何かの形で皆さんにお見せできたらとは思っています。はい、コウメ様より、貴族です、お貴族様です。なので、一昔前の空気を醸し出したりしてみました。このパーティーのツッコミ担当は最初イライザだと思ってたんですが、案外この人でした。そうですね。多分一番常識人だ。一番普通に話が通じそうだ。ナイトナイト界レベルで見てもかなり上位にランクインする常識人ぶりだったと思います。でも格好が非常識だからなんか騙された気分。ポイントはやっぱりいついかなる時でも輝くオーラですね。いつもキラキラしてますね。はい、すぐり様より、殴られ役らしいドリューの通訳。戦闘 BGM でこれだったらどうしようとか勝手に想像してたことがあります。戦闘 BGM、 戦闘中ホランドが口ずさんでいるというなんともふざけた設定。そうなんだ。いや、でも考えたら普段無駄にうざくてすごくホランドらしいとか思っちゃったんですよね。実際戦っている間中歌っていることになるから、ホランド撃破後倒れても歌い続けるとか、そんなことをしてたらまたイライザに怒られるんでしょうけど、とにかくちょっとずれたこの3人組がお気に入りです。ずっと仲良しでいてほしい。いや、私もこの3人大好きでした。はい、ドリュー終わったぜ。打ち上げたぜ。飲むぜ食うぜ。ねえねえ、ドリューさんの好物って一体何？俺の好物ハンバーグだぜ。あ、ぽいかも。言うと思ったよ。ガキか。カレーも好きだぜ。だってろ。ガキですね。思いつきで登場した魔王一行のライバル、勇者一行。魔王側を主人公に置けるのもそうそうない機会だと思ったので、やっぱり勇者がライバルにいてほしいなぁと。意外といろいろ動いてくれて重宝しました。兄貴との学習とか、王族の絡みとか、もっともっとたくさんイベント作ってあげたかったです。すまぬドリュー。はい、小梅様より、最初は熱血系の少年で書いてたんですけど、太郎さんの希望があって悪人面に。そうかな。でもこっちの方がインパクトあっていいなと思います。さすがリーダー、指示が的確ですね。しかし彼の笑顔、クワッてしてる方は怖くしすぎたと反省しております。こっちですかね。お兄ちゃんと仲良くなれてよかったね。はい、ほんとよかったです。すぐり様より、熱血バカのライバル、勇者に憧れているけど悪人面、しかも自覚ありとか哀れすぎる。もう一直線のバカ、でも人思いで優しいドリューに何度救われたことか。ほんとだよ。話的にも暗い話題が続いても彼はいつでも明るかった。勇者にはなれなかったけど、私の中ではドリューはもう勇者ですよ。エンディングで勇者を諦めたとして、現在はどんな職に就いているのかが気になります。そもそもあの世界での職業って店の人以外に何かあるのだろうか、まあ、ちょっと気になりますね。はい、ドリューももうかなり可愛かったですね。結局よ、活躍もクソもしてねえじゃねえか。私たち知ってるよ、いっぱい。デメの魔法がしょっぺえからな。私の足元にも及ばないもんね。そうですね、魔法使いがいっぱいいますもんね。てめえら、どうしよう。ホランド、後で DV 受けるの俺たちなんだぜ。危な。太郎様より、血なまぐさい闇魔法使いツンデレですか。そうですか。ホランドとセットにするとめちゃくちゃ使いやすいというか、よく殴るね彼らのこと。そうですね。なんだかんだでドリューたちとの冒険を一番楽しんだのはきっと彼女。あと個人的にももっとゲイルとイベント作りたかったな。特に意味はないんだけど。小梅様より、欲しかったんですよパッツン女子。そしてまさかのツンデレ、超可愛いよね。パッツンデレですよ。いや、パッツン切れ。実はひっそり前回の笑顔の表情パターンも書いてたんですが、使いどころないだろうと思ってお蔵入り、勝手に。いや、これはこれですごい可愛いよ。ギャップルールですね。ちょっと舌が回らなかったな。笑いながら送る人の怖さを表現したかったけど、イライザはやっぱクールでないと。アドニスを赤白髪と呼んでいますが、そんな彼女にお前もだろうと突っ込んだ人が果たしてどれだけいるのでしょう。私突っ込んでたと思いますけど。
はい、すぐり様より強気な闇術師の女の子、ナイトナイトでは強気な女の子ってミカちゃんとかナナリとか、まあ他にもいるわけですが、やっぱり他の子は女の子というところは変わらないと思うんですよ。何がというと仕草とか。でもイライザは見た目はちゃんと女の子なのに行動は他の子よりも違うというか、変わっているというか、つば吐くとかそういう部分で他の女の子とは違ってるんですよね。行動が男勝り、しかしそこが面白い。結構きついこと言っちゃうんですけど、ドリューたちに諭されてちょっと気にしてたりとか、可愛い部分もあって、そういう部分がちらっと見えたりするのが良かったです。たまに見せるのがいいんですよ。はい、結構イライザちゃん人気だと思いますね。私も大好きです。はい、じゃあ王族いきます。ミカちゃんクリアやったね、おめでとう、パチパチパチ。ラニーと私のラブラブ冒険記楽しんでもらえたかしら。そんなんじゃないですよ、アホか燃やすわよマジで。女性陣がもう集中砲火してきますが、うーお兄ちゃん、まあまあ。はい、太郎様より王族一行の一般人代表、ちっこくて可愛いね。一生懸命背伸びしてたんだけど、周りはそれを温かく生ぬるく北斎園で見てる感じ。北斎園ではいらないと思うんだけど。ケールがダメだったら彼女が女王になると思います。その方が安泰だよ。確かに騎士団の経費が倍くらいになりそうだけど。はい、小梅様よりツンデレお姫様、何歳くらいなんだろう。常に一生懸命な感じが微笑ましいです。おしゃまな感じがまたね。カラーやデザインがふわふわした女の子なので描くの楽しかったです。どう考えてもバーンズの血は薄そうなので、そうなると母親になんですかね。あ、気になりますね。絶対美人さんだろう。私もお母さん気になるな、わら。はい、すぐり様より可愛いお姫様、見た目幼女なんですけど、ミカちゃんって一体いくつなのか。随分しっかりしてるけどまだ14とかなのかな。アドニスが大好きって部分が伝わってくるので、なんかもういいですね、可愛い。そういえば作中アドニスってよくモテてるな。そうですね。え、じゃあこの子もヒロイン、隠れヒロイン。ガネットは悲劇のヒロインだし、なんかもうヒロイン多いなとか勝手に盛り上がったりしてました。いや、お恥ずかしい。キャラ的にはバランス取りにくいデザインなので、コウメさんには苦労をかけたなと思っています。コウメさんありがとうございました。はあ、こういう裏話が聞けるのは楽しいですね。はい、バーンズ、我が王国に神聖を敷こうと思う。おお、父さんにしては真面目ね。どうなの、税率を 30% アップ。ま、殺されるよリアルな悪性じゃない。冗談じゃよ。まだまだ目が離せないね。はい、太郎様より、王族一行のチタンと相当頭ぶっ飛んでると思います。はい、私もそう思います。スネ顔が好き、見てて和んじゃうから。最後の最後ちょっとした見せ場ありましたが、本当はあそこゲイルが残る予定でした。本当、でも子供置いて逃げるってリアルにダメじゃないですか。一応親の面目役長ってところで読めません。はい、孔明様より、この人のまともな顔ってラストバトルの祈りシーンしかないという。確かにね、いつも変な顔してるので、この人のマジ顔とかどんなのか私もよく分かってません。最後にちょっとした見せ場があってよかったね。これからはいい王様になるんじゃないでしょうか。それはそれでなんか嫌かも今のままでいてほしいですね。すぐり様より、ろくでなしの王様役、表情が変わってすごく面白いキャラ。旅先のダンジョンでこの3人に会えないととても寂しい思いをしますね。そうですね、娘息子にめちゃめちゃ殴られているこの人ですが、多分旅を続けているうちに殴られすぎてレベルアップしてるんじゃないかなと。M 度がそんで、実は体力だけは戦士並みとか残り2人にも言えることですが、この旅によくついてきてるなと。うん、マラソンでいう完走賞みたいな、そういう感じのをあげたくなります。そうですね、王様がね、あの危険な旅に同行してたわけですから。はい、ゲール、みんなクッキー焼いてきたよ。やった、いいな、ちょうだい。てめえにしては気が利いてるじゃねえか。こらこら、イライザ、王族の王子様に向かって、そんな、なんかこのヘタレ見てっとかしこまる気がしねえんだよハゲなんでついでに僕のこと罵倒したの。ははは、かわいいな。太郎様より、王族一行の影担当、薄かったですね彼。もっと男らしくしてあげたかったんです。してあげたかったんですが、うん、無理だった。ゲールはこれでいいと思いますよ。メインイベントでは普通ですが、各ダンジョンのセリフよく見てみると、彼の真の姿が見えてくるはずです。怖いよ、この顔。ドリューのコメントでも書いたけど、イライザとか絡ませてあげたかった。お似合いだと思うんだよな。
はい、小梅様よりまともな人かと思わせといて、意外とこの人も変な人、血は争えませんね。確実にバーンズの息子です。この人が次の王様で大丈夫なのかと心配してしまいます。ミカがついている限りはなんとかなりそうだけど。デザイン的には割とカラーリングが落ち着いた風だったので、それをどう王族っぽくゴージャスにするかがミソでした。立ち絵ではあんまりわからないけど、細かい装飾が結構あったり。ほうほうほう。スグリ様より目立たない王子、一応王子様なんですよね。そういえばなんかかわいそうになってきた。で、これまた一般人で常識人かと思いきや、登山教だったり兵士恐怖症だったり、やはりあの王の子供か。死は争えませんね。そういえば作中ゲイルやメカの母親にあたる人物は作られていませんが、やはりいたことにはいたんでしょう、いたことにはいたんでしょうね。となるとあの王様のお妃がよほどの変態か、はたまた大した度胸の持ち主だったのか、一度は拝んでみたいものです。私も見てみたい。本当にビジュアルが気になる。じゃあ魔王ラニさん、ハッピーエンドをありがとう。こちらこそ。はい、太郎様より、ある意味諸悪の根源というか、割と元凶な魔王さん、かわいそうな境遇と言えなくもなくもないような、いやいやどうなんでしょう。とりあえず彼がガネットに謝るイベント作りたかった。ダメだったけど、小梅さんのふとした一言から相性は魔王プラスアドニス、かっこデフォ名でマドニスになりました。笑った。あと言われて気づいたけどロリコンかもしれんね。あーみたいな。はい、小梅様より、相性はマドニスの電波系魔王様。どこをどうしたらあんなイケイケの魔王様がこんな穏やかになるのか。時間の流れってすごいですね。彼のエピソードには泣かされっぱです。はい、泣きました。キャラデザ的にはある意味私らしくないというか、かっこよくなるように頑張りました。イケメンですね。鎧肩って左にしかなくて、右側はボロボロのマントでほぼすっぽり隠れてるんですが、左半身はイケイケ魔王時代、右半身はその後の寂れた感じをイメージしてたりします。はい、スグリ様より、災いの種をまいた人、何かとお騒がせキャラ。彼は以前の魔王アドニスの一辺と言っていたにもかかわらず、ものすごい力を秘めていましたね。そして比例してものすごい生命力、消えそうで消えないその執念は凄まじい。確かにね、何度も助けてくれていた魔王アドニスさん、もといマドニスさん。あの背中を押しまくる彼を見てると、背を焼いてくれるおばちゃんを連想させるのはなぜだろう。はい、本当もう結局はいい人でしたね。てかこっちが気になるんだけど。